今どこに行きますか？ハナレーベンの映画のチケットを買いに行きます。こんにちは。私初めてチョンジュお邪魔したんですけど、韓国で2番目に大きい映画祭ということで、本当に今現地の方も含めて皆さんでこの映画祭を盛り上げているなという雰囲気で、本当に賑やかで、なんか予想以上に活気があるなと思ってびっくりしました。明日の、上映と、そして韓国の皆様と質疑応答できるのが楽しみです。今回映画祭にいらっしゃれなかった皆様、お会いできなくて残念でしたけれども、映画祭が終わったあと6月の6日から韓国の国内でも上映が始まります。ぜひ劇場に足を運んでください。劇場でお待ちしてます。